石原良純モーニングショーで阿部詩の涙の瞬間に言及 SNS の声に反論。阿部詩選手はパリ五輪柔道女子52キロ級で2回戦敗退し号泣しました。兄との連覇を目指していましたが敗退後はコーチに支えられながら会場を後にしました。石原良純さんは彼女の努力を称え今後の活躍に期待を寄せました。みんなの反応。負けた人も努力してきたしその感情は否定できない。でも金メダル以外はみんな負けるんだよね。だから勝者を称える行動があってもよかったと思う。裏で泣けばいいしテレビで流さない方がいいって意見になったんだろうね。負けた後の態度も大事だよね。泣く気持ちはわかるけど相手選手や会場への配慮もしてほしかった。完璧な一本負けなら勝者を称えて負けを認めるべきだし号泣する前にやることがあると思う。武道で最初に教わるのは相手に敬意を示す礼です。強さも大事ですが武道はスポーツとは違います。詩選手は大切な何かを失っているかも。対戦相手の立ち振る舞いは見事で王者にふさわしいです。次は詩選手にも素晴らしい試合を期待しています。いろんな考え方があるよね。泣きたい気持ちを我慢して競技場を後にしてから大泣きした選手も多いらしいし永山選手も努力して誤審で負けたし悔しかったと思う。詩選手に負けて裏で泣いた選手も多かっただろうし金を取った角田選手も東京五輪の代表の時の負けは悔しかったはず。だから悔しいのは詩選手だけじゃないんだよ。泣く気持ちはわかるけどそれを我慢していた選手も多いってことを忘れちゃいけないと思うんだ。いろんな意見があるけどみんな悔しかったのは同じやと思う。でもカメラが近すぎるかな。望遠使えばいいんちゃう。兄弟で2連覇は簡単じゃないしプレッシャーもあったから号泣したんやと思う。個人的にはそのシーンを見て3年間の大変さやいろんな気持ちが伝わってきて応援してても悔しかった。お兄さんが勝って涙を流した時妹の分も頑張ったんやなって感動しました。阿部詩選手完敗だったね。相手選手は阿部選手が泣いてるのを見てガッツポーズもせず静かに会場を去ったんだ。その後金メダルを取ったよ。実力も人間性も運も相手が上だったんだと思う。お疲れ様。阿部選手まだ若いからロサンゼルス五輪での活躍を期待してるよ。努力して流す涙は特別で努力しなければ涙は出ない。阿部詩選手が泣き叫ぶシーンはスポーツを真剣にやっていた人なら共感できるはず。忘れちゃいけない経験が次の行動を促すんだ。 SNS で批判している人たちは詩選手がかわいそうだと思っているかもしれないけどそれは違う。この映像を流すことで詩選手の練習に力が入るし彼女のためにもなる。だからSNS で批判するのは違うと思う。彼女が連勝していた時は相手が涙を流していたけど今回は逆だったんだね。そんな時に相手や会場大会への配慮ができるかが大事だと思う。メディアや周囲のプレッシャーもあっただろうけど敗者としての振る舞いにも気を配ってほしかった。特にこの種目は道を使うスポーツだから柔道家としての姿勢を見せてほしかった。勝った選手は技ありで先行された状況でも思い切りのいい仕掛けが素晴らしかったよ。負けた選手の号泣シーンばかり流すのは不快だった。金メダルの角田選手の試合を1回戦から表彰台まで見せてほしかった。谷も頑張っている選手がいるのに偏った報道はどうかと思う。体操で池谷選手が注目選手を紹介したり採点の見方を説明したりするのは良かったけど。オリンピックは特別なイベントで彼女の思いも理解しますが今回の号泣は褒められません。勝利した選手の気持ちや歌コールを聞いた時の思いを考えると詩さんには試合の場で礼で始まり礼で終わる姿を見せてほしかったです。泣き叫ぶ姿を撮るのはいいけどあまりにも近くで撮るのはどうかと思う。阿部選手が泣き出した時 1.2 メートルの距離でカメラを構えていたカメラマンがいて見ていていい気はしなかった。遠くから撮影するだけでよかったのでは。例えば夏の甲子園でも敗退した選手を至近距離で撮るカメラマンがいるけどあれも引く。選手とカメラマンには適切な距離感が必要だと思う。報道するなとは言わないが撮り方は考えるべきだよね。試合後に観客の前で号泣するのは良くないと思う。勝者がかわいそうだし控え室でやってほしい。敗者は勝者を称えてほしい。阿部詩選手の悔しさは理解できるけど観衆の前で泣き叫ぶ姿は見たくなかったな。彼女が勝ち続けた裏には悔しい思いをした選手たちもいたことを理解してほしい。
勝負の世界は勝ち負けが全てで、日本の武道は礼に始まり礼に終わると言われているから、会場を出るまでは武道家らしく振る舞ってほしい。阿部選手はまだ若いし、次の五輪でも活躍できると思う。今回の悔しさを糧に頑張ってほしいし、今後の活躍を心から祈ってるよ。スポーツは勝者と敗者が必ず生まれ、負け方にも人間性が現れます。選手が長時間泣き叫ぶ姿は見たことがなく、世界中に放送されるとその人のイメージになってしまうのが残念です。ロッカーで叫べばよかったのにと思います。やわらちゃんの時代に北朝鮮の選手が泣き叫んだことがありましたが、それでも短時間でした。五輪に全てを捧げてきた彼女が会場で泣きわめく姿を見て、先の五輪女王としての凛とした姿の裏で敗北の悔しさをもっと出してほしかった。勝ち負けの世界で連覇は結果としてついてくるもの、怪我もあったかもしれないが、あの一本負けは阿部選手の心の弱さや慢心を気づかせるためだったと思いたい。負けた時こそ新たな強さを武器に変えるチャンスだと思います。朝の番組でアスリートの号泣シーンを見たけど、負けた時にあんな姿を見せるのはどうなんだろうね。悔しい思いをしているアスリートはたくさんいるけど、あの号泣は裏でやった方が良かったんじゃないかな。この3年間兄弟でタレントのように露出してきたけど、それが正しかったのか疑問だよね。阿部選手が破った選手たちも負けた後に大声で叫んだり、礼をおざなりにしたりしていましたか？柔道はスポーツであり武道でもあるので、相手のリスペクトと礼儀が大切です。戦った選手も後味が悪くなり、周囲の選手にも影響が出るような行動はよくありません。プレッシャーや悔しさは全員が感じていますから。泣き叫ぶ気持ちはわかるけど、次の試合の選手が控えてるのを見たら早く控え室に戻るべきだと思った。コーチや関係者が早く下がらせるべきだったんじゃないかと感じたよ。柔道をはじめとする武道はお願いしますで始まり、ありがとうございましたで終わると、入門当初から先生に教えられました。勝ち負けに関係なく礼に始まり礼に終わる所作が大好きです。これが武術ではなく武道だと理解しています。若い人も年配の人も、少なくとも柔道ではそうあってほしいです。だからこそ今回の歌さんの所作は残念でした。神戸の同門のおじいさん、号泣する気持ちはわかるし、それが悪いわけじゃないけど、かっこよくはなかった。勝っても負けてもかっこいい姿が見たかったんだ。涙をこらえたらかっこいいと思ったけど、子供みたいに泣きじゃくる前金メダリストの姿は冷めちゃった。相手は世界ランキング1位の強者だったから、そこまで予想外の出来事だったのかな。連覇のプレッシャーと戦い、努力が一瞬で無駄になった悔しさはわかるけど、週目の前ではうちに秘めてほしかった。オリンピックはエンタメだから好みの問題だね。兄弟同時金メダルの期待が騒がれていたのが少し耳障りだった。負けた後立ち上がれず、ウズベキスタンの選手も喜べず戸惑っていて気の毒だった。一本負けならすぐ挨拶して控え室で泣けばよかった。顔忘れていたなら日本の心をもっと鍛えるべきだと思う。泣きたい気持ちはわかるけど、競技場内では相手へのリスペクトが大切だと思う。金メダルに値する態度ではなく、もう少し成長が必要だね。阿部詩に勝った相手選手も含め、みんな3年間努力してきた。悔しい気持ちはわかるけど、スポットライトを浴びるべきは勝った選手だから、 SNS に感情を見せない方がいいって意見が多いんだと思う。負けた悔しさはわかるけど、あの号泣は見苦しかった。まずは相手を称え、応援してくれた人たちに挨拶してから控え室で泣けばいい。柔道の精神を学び直して、次のオリンピックでの活躍を祈ってるよ。試合見ました。厳しいけど、負けを認めて相手に敬意を表し、感情は誰も見てないところで解放するのが一流だと思います。プレッシャーと戦ってたのは分かります。若いし、これをバネに頑張ってください。お疲れ様でした。応援してます。選手に美しさを求めていたけど、今回は悔し涙をこたえずに幼い子供のように見えて驚いた。アスリートの精神的な強さを感じていたけど、今回は違っていて驚いたというのが本音です。柔道は礼に始まり礼に終わると言います。ケルディヨロワ選手は勝っても笑わずガッツポーズもしないのはリスペクトからです。一方阿部選手はどうでしょうか。阿部選手が1回戦で勝ったカナダの出口選手は一本負けしても泣きじゃくりませんでした。この違いが勝負の結果に影響したと思います。ケルディヨロワ選手も出口選手も
阿部選手以上に相手に敬意を表する武道の心を持っているように感じます。日本の柔道選手が負けて号泣するのはみっともないと思う。アスリートの努力や人生の分かれ目だというのはわかるけど、どこの国の選手も同じこと。欧米のアスリートは勝者に敬意を表するのがマナーで、フェアプレーの精神がある。日本の柔道選手は号泣したり畳から降りなかったりして自分本位に見える。剣道の選手を見習って、技術だけでなくフェアプレーの精神も学んでほしい。心は硬いの技と体だけ鍛えて、心は幼稚園児のままだったんだね。他のスポーツでもあんな態度は褒められないけど、特に精神を重んじる柔道であれはないよ。指導者は何を教えてきたんだろう。強ければそれでいいの？相手を称えず泣きじゃくって進行を妨げるなんて、柔道家としても大人としても恥ずかしい態度だよ。猛省して心をゼロから鍛え直してほしい。金メダル以外はみんな負けてるし、国によっては命がけの試合もある。悔しくて泣くのはいいけど、裏で泣き叫べばいいんじゃないかな。日本ではそれでも褒められるけど、他の国のことも知ってるはず。強烈なプレッシャーの中、よく頑張ったね。お疲れ様。泣きたい気持ちはわかるけど、相手へのリスペクトも大事だよ。相手はランキング1位の選手だし、勝った後も申し訳なさそうな顔してた。だから負けたことをそんなに悔しがるのはちょっと違うかも。コーチは早く控え室に連れて行くべきだったね。負けて悔しいのはみんな同じだから、心も鍛えて次に向かってほしい。そして真の王者になれるよう応援してるよ。全身全霊で泣いてる姿を見てすごいなって思ったし、羨ましかった。自分にはそこまで全てをかけて取り組むことがないからね。周囲への配慮は後からでもできるし、無垢な魂を見せられた気がして感動したよ。ありがとう。ちなみに悲惨を破ったケルディオロワさん、ファンになった。最後まで意志の強い表情を崩さず戦い切った姿がかっこよかった。勝敗が決まる瞬間の速さにしびれた。アスリートの皆さんは泣いて笑ってまた次に向けて歩み始めるんだろうね。次の良い勝負を期待してるよ。試合が遅れて心配だったけど、会場のコールは素晴らしかった。努力や悔しさはみんな同じだから、涙をこたえる人にも心を寄せてほしい。前回の東京オリンピックは日本で開催され、今回はパリでのアウェー戦です。アウェーで勝つのは難しいですね。オリンピック出場は2回目で、東京で金メダルを取ったとはいえまだ経験不足もあります。48キロ級の角田夏実さんは31歳で、苦労して金メダルを獲得しました。阿部詩さんにはまだ経験が足りない部分があると思います。20代の判断ミスや相手選手のデータ不足、柔道のミーティング不足も影響しているかもしれません。選手を応援してたけど泣き叫ぶのはちょっと、他国の選手が同じことしてたらみっともないと思う。他の競技でも負けてこんなに泣き叫ぶ選手いないよね。悔しいのはわかるけど、オリンピックに向けて努力してきたのはみんな同じ。まるで自分だけが努力して金メダルを取るはずだったみたいで子供っぽい。1-23選手と決勝で対戦した選手が負けた後、涙をこたえようとしてた姿が印象的だった。吉住さんの意見に賛成だけど、会場は彼女だけの場所じゃない。泣くなら会場外でやってほしい。次の試合を待つ選手に迷惑だし、日本のメディアも彼女ばかり映すのは他国の選手の集中力を削ぐかもしれないから、気をつけて行動すべきだと思う。オリンピック連覇に挑んで敗れた選手の落胆は計り知れないけど、畳を降りて絶叫して泣く姿は子供が欲しいものが手に入らず泣いているように見えました。柔道ではなく柔道の選手だったのかなと感じました。勝っておごらず負けて腐らずというのは、日本人だけでなく世界中の真のアスリートが持つ資質です。阿部選手を応援してたけど、負けた後に泣き叫んで動けなくなったのは良くなかったね。相手は世界ランク1位だし、早く退いて後の選手に迷惑かけない方が良かったと思う。彼女が劇場に翻弄されて泣いてしまったのは無理もない。2回戦で敗退するなんて想定していなかったんだろう。でもまだ若いし、あと2回はチャンスがあるから、その想定も大事だってことを理解してほしい。トップ選手だからこそ負ける可能性や負けた後の行動も考えて練習する意味があるんだ。それは演技でもないとは違って、スポーツを科学的に捉えるアプローチなんだよ。それが彼女をもっと強くするって確信してる。阿部選手の気持ちはわかるけど、試合中に大声で泣くと他の選手の集中を妨げるかもしれない。一流アスリートとして今回の行動には疑問が残るよ。
大人の叫びは生々しい。敗者でもその後の行動で観客に勇気を与えることがあるけど、今回は見ていて辛い。次回の五輪に向けて頑張ってほしい。相手が強かったから負けたんだと思う。相手も動き良かったし、そのまま優勝してるしね。対策もされてるし、毎回勝つのは難しいよ。あの姿はみっともないと思います。日本人たるものという姿を見せてほしかった。泣き叫び試合の流れを止めるのは恥ずかしいです。今まで少しチヤホヤされすぎたのかもしれません。大舞台で負けることも良い経験です。次に向けて頑張ってほしいです。勝っても負けても平常心で勝つ己です。これからの試合で日本人たるものの姿を見せて、世間のお手本になってほしいです。ケルディオロワ選手がアベウタ選手に勝った後のコメントで、彼女を尊敬しているから喜びを表に出さなかったと言っていました。これが柔道の精神だと思います。一方で、負けて泣き崩れる姿が世界に発信されるのは恥ずかしいことで、試合後の所作について協会が選手に指導すべきだと思います。試合で負けた詩選手が控室で号泣している姿が放送されたけど、柔道家としてはあまり見たくない姿だった。試合は詩選手のペースで進んでいたけど、相手の技がドンピシャで決まってしまった。世界王者がそのタイミングを狙っていたのも事実だけど、だからこそ悔しいし信じられない気持ちはわかる。でも柔道としては残念だった。負けた選手が悔しいのはわかるけど、後ろには次の試合の選手が控えてるし、周りへの配慮が足りないと心配になったよ。全力で感情を出せるのは若くて羨ましいけど、全大会王者としてのプライドは保ってほしかったな。テレビ的には感動的でドラマチックなシーンが使いやすいのは理解できるけどね。泣きたい気持ちはわかるけど、無敗の相手も悔しくて泣いてたはず。会場ではこらえて、控え室で大泣きしてほしかった。日本の柔道は礼に始まり礼に終わるから、勝っても畳の上では喜びを表さず、一礼して去る所作が美しい。阿部選手にはもっと大きな柔道家になってほしい。特別な試合で感情があふれたけど、アスリートには応える強さも必要。昔、我が子の試合で曖昧なジャッジで負けたけど、監督が誰が見ても勝ちだと分かるように鍛錬しようと言ってた。勝っても負けても美しくあってほしい。泣くのは全然いいと思うし、その感情を見てどれだけ頑張ってきたかが伝わってきて、もらい泣きしそうになった。でも、ちょっと長すぎて感動が薄れちゃった。もう少し早く感情を抑えてほしかった。っていうのが正直な感想です。みんなの反応としては、阿部詩選手の号泣に対して賛否両論がありました。多くの人が彼女の努力を認めつつも、敗者としての振る舞いに対する批判が目立ちました。少数意見としては、彼女の感情を理解し、涙を流すことも大切だとする声もありました。当チャンネルの意見として、阿部詩選手の号泣シーンについては、彼女の努力と感情が伝わる一方で、相手選手や会場への配慮も必要だと感じます。